はい、どうもカンタの個人チャンネルへようこそ。カンタの、大冒険でございます。ということで本日はですね、渋谷でトークライブをねさせていただいていて、お客さん来ていただいた方ありがとうございました。メインチャンネルも411万人とキリがいい形で、もっとキリがいい時もあるかもしれないんですけども、とトークライブ嬉しかったんですけども、その後にですね、予約していた、宮崎駿監督の君たちはどう生きるか映画館で今見て、見たてほやほやでございます。で、まあ迷ってる人も多いかなと思ったんで、見るかどうか一切ネタバレなしでちょっと僕の感想をね、ちょっと緊急というか軽い感じですけど、まあ、個人チャンネルなんでね、ちょっとぜひ聞いてほしいなと思ったんでカメラを回しております。感想めちゃめちゃ面白かったです。すごい面白かった、めっちゃおもろかった。で、音やべえ。で、なんか僕事前の評判、ネタバレは一切見ないし、この動画でも一切ネタバレしないんで安心してほしいんですけど、どうだったかっていうのを YouTube に他にも上げてらっしゃる方がいて、難しかったっていう人が多かったんですよ。なんで結構心配だったんですよ、自分が楽しめるか。で、僕結構割と一般的な感覚を持っていると思っておりまして、普通に面白かったんで、ジブリが好きだったりとか、普通にこういうジブリ作品好きな方はぜひ見たらいいんじゃないかなと思いました。はい、まあね、宮崎駿監督の作品を映画館で見るっていうことも、まあ次回作があるかどうかわかんないんですけども、そうないことだとも思いますし、なんか初め正直難しかったっていう評判も多かったんで、結構ね身構えて見ちゃったんですよ。大丈夫かなみたいな、わかんなくなったらどうしようみたいな。でも全然面白かったよ普通に良かったよ。全然なんか変化球っていうよりはもうドストレートに感じたんだけどな俺。どうですか皆さん、感想だけ教えてください。もしね見た方いらっしゃいましたら。で、まあストーリーには一切触れないんですけど、あ、僕はね原作漫画でね、一回ヒットしてるじゃないですか、君たちはどう生きるか。何度か読んでて、でも、まあ、読んでなくても大丈夫だとは思う。まあ、読んでた方が、作品の意図みたいなものは汲み取りやすいのかもしれないんですけど、なんかね、宮崎駿さんっていう、まあ、俺もそうなんだけど、身構えちゃうんだよね、やっぱすごい。方の作品を見るときって。で、今回あっつ今日、はい、プロデューサーの、鈴木敏夫さん、僕もう大好きで、いつかお会いしたいななんて思ってずっと YouTube 頑張ってますけど、この間ねそういえばね、ずっと一緒にやってるやつらと一緒に車乗ってるときに多分ね見かけたんですよ。でもまだお会いできないと思って、はい、そんな感じのこともあったんですけど、まあその方が映画のね内容を一切公開せずに、普通あらすじとかパンフレットも出てないんですよ。だから何も持ってないんですけど、その状態で、映画公開してるっていうこともあるんで、早めに皆さん見た方がいいですよ。これどんどん情報公開してって、あ、やっぱり見とくかとかなると絶対今見た方が面白いと思うんで、うん。で、ジブリやっぱすごいなというか、風もすごいんですけど、普通に始まった瞬間アニメーションすごすぎて聞いたな、えぐっと思って。で、もう とにかく
見ていいんじゃないかなと思うんですけど、僕の髪型とか大丈夫ですか？ただあのね、僕の相方のトミーはね、ハト苦手だったり鳥苦手なんで、トミーは見ちゃダメかもしれんな。トミー以外は見ていいんじゃないかな。トミーも見ていいと思うんだけどね。ちょっとどういう感想になるかわかんなくて、わけわかんないとこまで歩いてきちゃった。暑いけどすごいいい日になったな。なんか、いや僕もジブリ作品ずっと見させていただいてますし、なんか時が経つにつれて見る側がすごい身構えるようになっちゃってる気がしてて、まあもちろん作品の意図を組むってことも大切だと思うんですけど、単純に面白かったなって思えたし、なんか面白かったって思えたらどうとか思えなかったらどうとかってことでもない気がしてるんですよね。なんでやっぱジブリ好きというか、まあジブリをずっと見てきた僕ね、ちっちゃい頃からトトロ大好きだったしね、何回も見てるんで、やっぱ嬉しかったね。普通にベースで、その上で普通に作品としても本当に面白かったなって思えたんで、ぜひ、興味ある方いたら劇場に、ちょっとチケット取りづらいかもしれないんですけど、劇場に見に行ってほしいなと思いました。ぜひね、これをきっかけで見た人がいたらまた感想を教えてください。いつかね、僕が感じたこととかも含めて動画にできたらなとか、どっかで話せたらなとか思うんですけど、すごいよ、嬉しかったなんか。ということで、いつか鈴木敏夫さんに会えるように今日も頑張っていこうと思います。はい、ということで、今日はこんな感じでした。トークライブも来ていただいた方もありがとうございました。多分編集もなく載ってると思うんですけど、皆さんネタバレは気をつけて、絶対見ないようにして、コメントでも絶対しないようにして、感想だけ教えてください。 DM でもね、いいし。それではさよなら。